脇坂公さんは、木坂公さんから1914年9月7日は、明治時代の滋賀県の政治家。1849年旧暦2月、大見国東野財郡大里村西寄りに生まれる。長寺で、文語国中津の手島に太郎、同国、広瀬隆之の私塾に入塾し、1871年、横浜でドイツ語を治める。 1879年東京府病院医学校を卒業し、同年医術開業試験を受け免状を終え、帰郷し、東屋在軍小谷村大技庭矢にて、医療に従事した。1880年地方衛生会員に任じられ、1885年7月、滋賀県会議員選挙に立候補し当選する。1888年には、県会場地委員に押され就任した。 1890年、自由党を支持し、滋賀県内北部同士と共に東北クラブを結成し、幹事長に就任、翌1891年3月第1回衆議院議員総選挙において、当選した相馬長種の辞職を受けた、補欠選挙において当選し衆議院議員となった。1892年2月15日の第二回衆議院議員総選挙では、辞典にて落選したが、 1894年3月1日の第3回衆議院議員総選挙において復活当選以降1898年8月10日の第6回衆議院議員総選挙まで連続当選を果たした。立憲自由党から県政党の中堅議員として活躍した。ありがとうございます。